はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の順列丸1基本編をお送りします。で、ここから順列シリーズが始まって結構な本数を取る予定です。ちょっとまだ決まってないんだけど、何本かはね。で、今回はここにまあ載ってる9問をまずやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっとわかんないのがあれば今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、ですね、まあ、この順列のところもうね、見てわかるようにこの P っていうこいつを使いますね。で、読み方なんですけど、これ2つあって、多分ほとんどの先生が 6P3 と読むと思うんだよね、思うんですけど、俺高校の時の先生がですね、P の63って読む先生だったの。だから俺もそっちで読んじゃうんだけど、普段。ただ、まあいろいろね、いろんな先生の話を聞いていると、6P3 と読むらしいので、一応動画ではそっちでいきます。ただ、癖でちょっと読み間違うかもしれないんだけどね。それちょっと許してください。じゃあまず P の使い方からいきましょう。上6問だね。で、まず 6P3 です。で、これはもうね、覚えるしかない使い方を。で、どうやるかっていうと、もう簡単な覚え方は、まず左の数字、6です。で、そこから6スタートで、まあ掛け算ね、1個ずつ数字下げていってください。 4×3×2 みたいな感じで。ただし、どこまで掛けるかっていうと、それが右の数字を見ます。6をスタートにして3個分掛けなさいという意味になります。つまり1、2、3個分なんで4までです。で、あとはこれは計算でやると120。これだけだよ、 P の使い方。いいかい？これが P です。だから次の 3P3 は3をスタートにして3個分なので、 3×2×1、 3個分ね。で、6とこうなるし、 7P2 は7をスタートにして2個分だから、7かける6なので、7、6、42と。まあ覚えちゃえばどうってことないからね、こういうふうにやってみてください。で、次 9P1 は9をスタートにして1つ分だから、そのまんまですね。で、次です。このびっくりマークみたいなやつ、これ5の階乗と言います。階乗ね。で、この5の階乗って何かっていうと、これはですね、5をスタートにして1になるまで全部かけてくださいという意味になります。1個ずつ下げてってね、5、4、3、2、1って。で、これ計算すると、いくつだっけな、ちょっと待ってね、5の階乗120か、しまった、暗記じゃねえや、覚えてくださったら忘れちゃったね。120になります。ちょっと狭くてごめんね。で、最後、9P0 なんですけど、これ右側が0になった時、よくこれ0って書いちゃう子がいるんだけど、右が0になったら1になります。そんなに使う場面ないんだけど、地味なんだけどね、覚えておいてください。変なとこでね、間違ってももったいないんで。で、ちなみになんだけど、この 3P3 ってあるでしょ、こいつはですね、3の階乗と同じ意味になります。だから5の階乗は逆に 5P5 と同じ意味になります。これも覚えておいてください。だから 7P7 だったら、それは7の階乗と同じです。もちろん答えも同じになります、その2つはね。まあ、ひとまずこれが P、 そして階乗の使い方だね。で、次、文章題なんですが、まあ、これもサクッといっちゃいましょう。まず7番。5個の文字 ABCDE から異なる3個を選んで、ごめんね、1列に並べる時の並べ方は何通りという問題です。で、ここで大事なのが、P ってどういう時に使うのっていうのは、大体ね、並べる時だと思ってください。基本的にはね。なので、今回5個のものから3つ並べるじゃないですか。式だけ先書いちゃうと、
5個のものから3つを選んで並べるので、これで終了なんです。 5P3 で、で先に計算しちゃうと5をスタートにして3つ分だから3つ分で計算すると60で通り、あ、ここ入んねえかな、ちょっと待ってね、あ、ギリ入ってね、60通りと、こういう風になります。で、大事なのはこう5個から3つ選ぶじゃないですか。で、例えばなんだけど A と B と C、 これ選ぶとするでしょ。その時に ABC って並べた場合と、じゃあちょっと入れ替えるか、 ACB って並べる場合、まあ、全部6通りあるんで全部書くとめんどくさいんだけど、まあ、BAC とか一応書くか、 BCA、CAB と CBA か、同じ3つを選んでもこれ、まあ、6個あるじゃん場合が、これって全部違うものとしてカウントができるね。なぜなら1列に並べる時なので、並べた時違うでしょ、 ABC と ACB は。ただし3つを選んで取る時、だからよく言う組み合わせ方ってやつなんだけど、その時はまたやり方が変わります。基本的には並べる時、そして例えば3つ選んでね、同じものを選んだんだけどそれぞれが違うものとしてカウントできる時は P を使ってください。まあ、ざっくりな言い方だとね、そうなります。で、次、30人の部員の中から兼任を認めないで部長副部長を各1人ずつ選ぶ時ね、選び方は何通りという問題です。まあ、兼任を認めないでっていうのは1人の人が部長と副部長両方やるよってことはしないでねっていう感じで、これも30人の中から部長副部長っていう2人を選べばいいでしょ。だから 30P2 となります。30人から2人選べばいいからね。で、なんで P なのかは後ほど言います。で、 30×2 個分だから29です。暗算いくか、ちょっと待って0置いといて870か、もうちょっと範囲内で下行くね。870通り、ちょっと合ってかな、32が6で324だから合ってるね。で、まあこれで一応丸になる。で、なんで P を使うかっていうと、例えばじゃあ30人の部員の中からじゃあ A 君と B 君を選ぶとするでしょ。で、この A 君と B 君選んだ時、まあ、例えば AB って時もあれば BA って時もあるわけじゃんか。でも今部長と副部長っていう区別があるので、 A 君が部長で B 君が副部長、逆 B 君が部長で A 君が副部長っていうのは違うものとしてカウントができるね。重複しないって言い方をするんだけど、だからこれは普通に P で解けるよっていう問題になります。いいかな。で、ラストです。まあ、これも超有名なんでよく覚えておいてください。最後は異なる7個の玉を机の上で円形に並べるとき、これね、もうこれがポイントです。円形に並べるときの並べ方は何通りっていう問題。まあ、つまり、まあわかんないけど7個の玉を1、2、3、4、5、入んなかった、6、7っていう感じで円にね並べていくんだよ。で、そのやり方、これ円順列っていうんだけど、よく円形に並べる順列だからね。この円順列は今7個でしょ。で、何やるかっていうと、この7から1を引いて6になるじゃん。それの階乗を計算するとそのまま答えになります、円順列は。で、6の階乗は6をスタートにして1までかける、まあ1は書かなくてもいいんだけどね、本当は書けても変わんないからさ、でやればいいので、これが720通りと、よいしょ、という風になります。ちょっと待ってね、下がね線が入ってなかった、これギリギリか、720通り、よいしょ、これで入る、うん、まあギリだけどね、答え見えるからいっか、ちょっとこれ左下げようか、よいしょ、大丈夫かな、という感じですね。
まあ、円順列に関しては1個引いて階乗にすればいいというのを覚えておいてください。で、これはね、俺の勝手な考え方なんですけど、大学受験で数学を使おうと思ってる子、数英だね、を使おうと思ってる子は、できれば7の階乗ぐらいまでは全部暗記しとくといいよ。2の階乗、3の階乗、4の階乗、5の階乗、6の階乗、7の階乗です。で、ちなみに、俺がね、高校受験でね、ごめん、大学受験をした時は、10の階乗ぐらいまで暗記してました。なぜかっていうと、階乗よく使うんだよ。で、一回一回これを筆算すると時間もったいないんで、もしね、可能だったら、まずね、7の階乗ぐらいまで暗記しとくと便利かなとは思います。では、今回は高校数学、数 A の順列丸一基本編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、タイトルちょっと迷ってるんですけど、もうちょっと基本問題が残ってるので、続基本編みたいな感じでね、もう一本基本やっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。